選手に指示を与えるレイハーゲル夫をレイハーゲルは、ドイツのサッカー指導者、元サッカー選手、ドイツ西部ノルトライン・ベストファー練習の工業都市エッセンで生まれる。第二次世界大戦後に父親を亡くしギムナジウム、卒業後はペンキ職人見習いを務めていた。一方で、地元のサッカークラブのトゥースへ、レナ・アルテネス戦やロートバイスエッセンでディフェンダーとしてプレーを続け、 1960年には、西ドイツ五輪代表に選出され、一定の評価を得た。1963年に、ブンデスリーガが創設されると、ヘルタ・ベルリンとプロ契約を結びレギュラーとして活躍。1965年に、カイザースラウテルンに移籍した後、膝の怪我のため1972年に現役を引退した。ブンデスリーガ通算201試合に、 出場22得点を記録した。選手キャリアの晩年に差し掛かった頃から指導者を目指してドイツ大陸大学ケルンサッカー指導者養成コースで学び1970年にライセンスを取得。1974から75シーズンにキッカーズ・オフフェンバッハの監督に就任したのを皮切りに監督として 数クラブの指揮を取ったが、ボルシア・ドルトムント時代の1977の78シーズンのボルシア・メンヒエングラートバッハ戦では、0から12と大敗を喫するなど多くの結果を残すことはできずにいた。1981年に、ベルダーブ・レーメンの監督に就任。有能な若手選手やベテラン選手を集めて、常に優勝を争えるチームへと育て上げた。 1995年に監督を退任するまでの14シーズンの長きにわたって指揮を取り、ブンデスリーガ優勝2回、UEFA カップウィーナーズカップ優勝1回を成し遂げるなど監督としての評価を高めていった。ブレーメンで成功を収めたレイハーゲルは1995年にバイエルンミュンヘンの監督に就任したが、レイハーゲルの思考する個人がチームのために戦うスタイルは、 ローター・マテウスや、ユルゲン・クリンスマンらのスター選手を数多く要する、バイエルンでは発揮できず、UEFA カップ決勝直前に、クラブ首脳陣との対立もあって、監督を退任した。1996年、1、FC カイザースラウテルンの監督に就任。当時2部リーグに降格していたチームを一部に、復帰させると1997から98、 シーズンには、ブンデスリーガ2部から昇格したばかりのクラブを優勝させるという離れ技も成し遂げるなど、2000年まで指揮を取った。レイハーゲルは、選手と監督を通じて唯一ブンデスリーガにおいて戦車以上に、携わっており、通算387勝205分228敗はいずれも最多記録である。2001年より、ギリシャ代表監督に就任。 UEFA 欧州選手権2004予選では、初戦のスペイン戦と第2戦のウクライナ戦で連敗する苦しいスタートとなったが、ここから6連勝して予選を突破し1980年大会以来となる本大会出場を果たした。2004年の本大会前も下馬票は低かったが代表チームをまとめ上げ、マンツーマンディフェンスと後方にスイーパーを置く堅固な。 守備からのカウンター攻撃で開催国のポルトガルや前回優勝国のフランスといった強豪国を次々と破り、同国を初優勝に導いた。この手腕は評価され、ドイツサッカー連盟から年俸250万ユーロでドイツ代表監督就任を打診され、副会長のフランツ・ベッケンバウアーが直接説得に当たったが、3年間かけて、 欧州王者に育てたチームを離れるわけにはいかないと、この申し出を断った。その後は 2006FIFA ワールドカップへの出場や UEFA 欧州選手権2008の連覇は逃したが、2010FIFA ワールドカップ欧州予選では、プレーオフの末に3度目の本大会出場を果たした。2010FIFA ワールドカップでは71歳10ヶ月でチームの指揮を取ったが、 これは全32チーム中最年長であった。2010年6月17日に行われたグループリーグ第2戦のナイジェリア戦でギリシャワールドカップ初勝利をもたらすとともにワールドカップで勝利を挙げた最高齢監督にもなった。しかし1勝2敗、勝ち点3の成績でグループリーグ敗退が決まると監督を辞任した。 ギリシャ代表監督としての通算成績は106試合で53勝23分け30敗。2012年2月19日に、ブンデスリーガのヘルタベルリンの監督にシーズン限りの契約で就任した。チームは入れ替え戦に回り、敗れたため契約通り退任することとなった。ホルトゥナ・デュッセルドルフ・ベルダー・ブレーメン1、FC ・カイザースラウテルン・ギリシャ代表。ありがとうございます。